ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回は日本の2ナノメートル半導体の動きについてお話ししていきたいと思います。先日、日本でトヨタ、デンソー、ソニー、NTT、キオクシアなどの名だたる企業8社の出資を受けて、ラピダスという企業が設立され、日本が遅れを取っていた先端半導体の国産化に向けて、政府による支援も受けて本格的に動き出したという情報をお届けしました。今回はラピダスの動きに関して続報が入りましたので、そのニュースについてお話ししたいと思います。このチャンネルでは世界に誇れる日本のすごいお話などをお届けしています。日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。まず2ナノメートル半導体というものが一体何なのか、なぜこのニュースに注目していく必要があるのか、そういった部分をご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、そこからご説明させていただきます。半導体とは電気をよく通す金属などの導体と電気をほとんど通さないゴムなどの絶縁体との中間の性質を持つシリコンなどの物質や材料のことです。このような半導体を材料に用いた電気の流れをコントロールするトランジスタや集積回路も慣用的に半導体と呼びます。この半導体が何に使われているかと言いますと、パソコンを動かす CPU、 携帯電話やスマートフォン、デジタルカメラ、テレビ、洗濯機や冷蔵庫、LED、炊飯器やエアコンなど身近なデジタル家電には全て使用されています。半導体はナノ単位の半導体回路技術によって集積度を高めるという進化をたどってきました。要は半導体回路を細く小さくしていくことで、より高容量、高性能、高効率の半導体が作れるんです。我々の生活のあらゆる場所で使用されている半導体、日本はこの半導体産業において実は今は世界で全く勝負できていないんです。1980年代に遡ると、半導体は日本の主力産業の一つで、世界シェアのなんと 50.3% を占めていたんです。それまでトップシェアを誇っていたアメリカですが、1981年に 64kbで日本がアメリカを上回り、1986年には半導体全体でも上回りました。アメリカはこのことに危機感を覚えて、日本のメモリがダンピングしているのではないかと難癖をつけ始めました。ダンピングとは、海外の市場においてシェアを拡大するために国内市場より大幅に値引きされた製品を販売する不当な販売方法です。そしてなんと1986年に日本に対してある要求をします。一つ目は、日本企業は自由に価格を決めてはならず、アメリカ政府が価格を決定する。二つ目は、日本の半導体市場での外国メーカーのシェアを 10% から 20% に拡大するということ。これは日米半導体協定と言うんですが、皆さんどう思いますか？こんな不平等でめちゃくちゃな話がありますか？正当な競争の機会すら与えられない。しかもこれで日本は外国メーカーのシェアを拡大する必要が出てきて、そこで漁夫の利を掴んだのが韓国でした。なぜこんな条件を日本が受け入れたのでしょうか？簡単です。日本には力がなかったんです。日本には資源もなければ軍事力もない。しかもアメリカ様の機嫌を損ねたら日米安保にもひびが入りかねない。このような状況で交渉なんかできっこないんですね。その後1996年に日米半導体協定は解消されましたが、時すでに遅し、日本が得意としていたアナログ製品から世界はデジタル製品へと移っていきました。パソコンに遅れてスマホで遅れた。総合電機の経営者は投資資金のかかる半導体部門を嫌って適切な投資を怠ってしまい、日本の半導体産業は時代とともに遅れを取り始め、2019年には世界シェアの 10% まで下落しました。今や半導体といえばアメリカ、韓国、台湾です。韓国が今年の7月に3ナノメートルの半導体を量産化しました。一方日本はまだ40ナノメートルのテクノロジーで止まってしまっているんです。最先端の微細化プロセスで技術を競うことが日本には全くできない状況です。そんな中、ようやく日本が本気で動き出したんです。政府だけではありません。
トヨタが、ソニーが、NTT が、名だたる企業が手を組み作り上げたラピダスという企業が5年後をめどに一足飛びに2ナノメートル半導体の開発と量産に動き出します。そこで今回のニュースです。ラピダスは12月13日にアメリカの IBM と2ナノメートルノード技術の開発に向けたパートナーシップの締結を発表しました。 IBM は昨年世界で初めて2ナノメートルの半導体の試作の開発に成功した世界最大手の IT 企業です。これまで韓国や台湾と組んできた IBM ですが、ここに来てなぜ日本と組むことにしたのかというと、サプライチェーンを強靭にすることで地政学的なリスクを分散させる狙いがあるとのことです。おそらく台湾有事を懸念したものでしょう。はっきり言って日本の半導体産業を潰しておいて何を言ってるんだって思う方もいると思いますが、一旦忘れましょう。今は感情で動くところではありません。かつては蹴落とし合う関係であったかもしれませんが、今アメリカが蹴落とそうとしているのは中国です。アメリカは常にナンバーワンでありたいがためにナンバーツーを蹴落とそうとするんですね。日本がここからもう一度蘇るためにはアメリカの力も必要不可欠です。強力な援軍として捉えた方が国益につながります。もちろんアメリカはリスクを分散させる意向があることは間違いありませんが、日本と組むことにした理由はそれだけではありません。この度ラピダスと IBM はニューヨーク州アルバニーのアルバニーナノテックコンプレックスで共同開発を行うわけなんですが、ここと IBM、ラピダスの間には深い関係があります。実はラピダスの東会長はアルバニーナノテックコンプレックスと10年ほどの関係があるんです。当時東会長が在籍していた東京エレクトロンとニューヨーク州立大 IBM の3社で関係が構築され、その結果今から2年ほど前に IBM との会議の中で日米連携の可能性について IBM から打診があったそうなんです。これはいかに IBM が日本を大事にしてくれているかということだと東会長は語ります。さて、実際に古い技術しか持たない日本が IBM と協力するとはいえいきなり最先端へとジャンプできるのかと疑問に思う方も多いでしょう。この点についてラピダスの小池社長は技術的に大きなジャンプアップの時期だからと話しています。半導体製造プロセスは過去何度もブレイクスルーを超えてきており、今後はナノシートと呼ばれる新しい構造に変わるタイミングであり、そうしたブレイクスルーが一足飛びに最先端へとたどり着くことができる鍵となるとのことです。もちろん簡単な話ではありませんが、チャレンジしないわけにはいきません。2ナノメートル半導体が実現すれば自動運転などの分野にも生きていくので非常に需要が伸びていきます。アピダスは IBM から一方的に教えてもらうばかりでなく、両社員が共に技術開発していく体制を作るそうです。ただ現状でラピダスには経済産業省からは2022年度予算で700億円の投資を確約されていますが、お試しで作るパイロットラインの構築のために2兆円、そこから量産にはさらに最低数兆円が必要なので、今後政府と民間からさらなる投資を募る必要があることは間違いありません。個人的には国債すって政府はもっと莫大な投資を行ってほしいところではありますね。ここは本当に日本の半導体産業にとって最後のチャンスであると私は考えておりますので、こうした情報はどんどん発信していって日本の産業に関心を持つ方が少しでも増えればと考えています。政府、民間だけでなく国民も一丸となって関心を持ち応援すべきプロジェクトですので、ラピダスの今後の動向にも注視していきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。この動画の感想や扱ってほしいテーマがあればコメント欄までお願いします。ここまで見ていただけた方は最後まで見てやってわかるようにチャンネル登録、高評価をいただけると私泣いて喜びます。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。